素晴らしいリズムもねキープされていて素晴らしかったです。それでは安定させていただきます。歌っていきましょう。ということで勝利した福田選手、今の気持ち聞かせてください。とりあえずめちゃくちゃ緊張して足震えてたんですけど、なんとか歌い切れて良かったです。審査員に勝利さんもいるということでなおのこと緊張したんですけど勝てて良かったです。勝利さん、はい、勝利のポイントっていうのはどういうところだったんでしょうか。やっぱり歌うまい。そしてね、一人たった一人であそこでね勝負している姿がかっこよかったですね。はい、素晴らしかったと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、残念ながら敗れてしまいましたけども、郡選手、万波選手、コメントお願いします。いや、まあ、歌われた瞬間にもう、あ、もう無理だな、ちょっと諦め入ったんですけど、やっぱ本当にこのエスコンフィールドで歌えるっていうことが多分本当にないと思うんで、はい、ちょっとめちゃめちゃ楽しかったです。あ、よかったです。万波選手、いかがでしたか。出直します。ぜひまた来年も楽しみにしております。はい、では最後に正吉さん、この歌うまを決定戦の総評をお願いいたします。いや、そうですね、本当に先ほど言ったんですけどもね、ここで歌うって相当緊張すると思うんですけども、しかもね、なかなか歌いづらいと思うんですよね。音も聞きづらく、でもそこでもね、リズムしっかりキープして本当に素晴らしいあの歌を聴かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。選手の皆さん、そしてゲスト審査正吉さん、ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。さあ、ここまで2戦が終了しまして、チームエッパクが2個、チームシャケマルが0個という結果になっております。正吉さんもありがとうございました。2対0ということですけど、はい、まだまだゲームは残されてますもんね。はい、対決は残っておりますので、皆さんもね、推しのチームがありましたら、はい、ぜひ